え、ここはだいぶ奥来た。 D、 いけんじゃん。ボラ屋敷も断言しとこうか。まずはアイテムチェック。プリン、桃マンタイズラ、ズラ。ん？コマさん、コマさんだよね。だけぬく。ボロ屋敷入る？ボロ屋敷、ボロ屋敷。鍵かかってんじゃん。え？オッチで守る必要あったの？鍵かかってんだったら。なんか変なとこ入っちゃってる。下マップ見ながら走ってたら。下。戦うのかな、やぶらかぶれ委員長は。なんか変な道来ちゃった。そしたらアイテムが。ガードのすすめ。とりあえず行っちゃいましょう。ふんふんふん。行って。あんなところに AKB の AKB って言っちゃった。ニャー KB の生写真が入れた。下だ。生写真。あいつなんでこんなところに来てたんだいみたいな。ここにもある？ないよ。そんなものないよ。餃子があった。中華料理があんまないよな。買い足しときたいな。ラーメン、中華料理。カンカン。稲妻イレブン。ちょっとゴミ箱近いよね。お姉さん邪魔だよ。ああ。行くぜ、行くぜ、行くぜ。シュート。入らん。ここだ。ずれてる。急にボールが来たから。うわー、店の中入っちゃった。あるあるすぎてイラッとするぜ。でもそうなる気はした。売る。いくつか出たよね。道具系2個。だいぶお金増えてきたな。銀コケ1個。2万円。小学生が2万円あったら1年ぐらい頑張れるんじゃないかな。空き缶消えちゃったよ。はい、病院まで行こう。ピュンピュン。てん。はい、病院行っちゃいますか。夜の方がいい、夜の方がいい。はい、まずはアイテムゲット。あ、中京検知玉だ。結構おいしいやつ。で、ここに黄色もあったよね、と。してさらに、ここ上登れんだよね。銅角だ。銅角と銅角で銀角、銀角と銀角で金角、金角と銀角でプラチナ角。世にも珍しい四神化妖怪。これ牛乳じゃなかったっけ。ほら、意外に覚えてるもんだよね。フルーツ牛乳をくれてやるぜ。健太郎もいるじゃん。ボカーン、ボカーン。サボりすぎ。やる気なしに。いいね。ポカポカじゃん。キュン。
勝利します。はい、来ない。まあ、とりあえずアイテムをチェックしていこう。ナイダンシングスターガールだけ、四つ目ちゃん、あ、三つ目ちゃんだった。四つ目ちゃん、四つ目ちゃん、富士の山。わあ、あいつ鬼じゃなかったかな。野菜、寿司、シースーだ。シースー買ってたっけ。マグロ買ってる。あ、卵ならやろう。あら、減ったでごわす。ほら、じゃあ食え。卵でごわす。よっちゃんです。でもこれあれだよね、5割増しってことは 1.5 倍になるってことだけど、安物食わせるぐらいならさ、あの1万8000の肉食わした方が友達になる率高くなんじゃないのかな。ハートにキュン、ハートを見出すしかない。磨かせるんだな。帰んの、どんどんレベルが上がっていく。お、お前かい。分かっちゃった。あなた友達になりたいんでしょ。イエース。さとりちゃん、さとちゃん、さとちゃんっていなかったっけ。さとっち、さっとり、キャンマル、ポチってなんでだよ。犬っぽいけどさ、確かに。さとちです。さとりとかけましてみたいな、思いつかんわ。何と解くみたいな。降りる。じゃあ正面から行くぜ。その前になんかあるよね。あ、これあれじゃね。いいよ、これはさすがに。もうめんどくせえ。待ってました。テンション上がる。断れないし帰りません。断りません、やるまでは。と、影村イン、ちょっと遠くまで行っちゃおうかな。くじ引き券、地下もあんのかな。風かも。先生に見てもらえよ。よい、ちょっと待て、お前おかしいぞ。建物なんかには入らなかったっつってたじゃん。ガキ。中華、今 AKB の生写真あったよね。こいつの回復量やべえ。あ、友達になりやすくなった。もうね、お米さんは友達になってるからね。おにぎり、そっちの回復が間に合わんスピードでボコボコにしてやる。やった、会心の一撃、癒しの術。レバニラ、お、来た来た、オッケー、ラッキー。赤レンジャイ、ガッキン、ガー君、鬼レッド、戦隊ものを作ろう。鬼ブルー、違う名前にした気がするけど。鬼レッドの情報を登録したのだ。
あれ上から飛び降りてこないといけないんだよな、確か。スルー、上行こう。上2階に入ります。とりあえず飛び降りたいからね。ちょっとマップ変わってる。サポートライフ特別編。隠れてる、隠れてる、バレてない、バレてない。さあ、バカめ、しまった。さっと、強い願望。こいつも巻くか。あ、負けなかった。両方いるな。早送りでとっとと倒しちゃうか。顔面お色直し、やっちまえ。撃たれちゃった。味方が混乱した。大混乱、大混乱。やっちまいな。取り付きますわよ。いいね、久しぶりのメンバー入れ替え。こすろうこすろう、こすこすこす。よし、やったぜ。しかし誰も来なかった。飛び降りれるな。よし、奥まで行ってアイテム回収したら飛び降りよう。アイテム、これか。パワフルな腕輪。これは攻撃力が上がるのはいいが、下がるのが何かって話なんだよ結局。これはね、力が下がる代わりに素早さが上がる。守りが下がるのはあんまり、守りが下がるのはあんまりな、素早さが下がるのもあんまりな。ひもじいは力下がっていいから、もうひたすら回復だけをしてくれればいいんだ。体力少ねえな。マスク、マスクは帰ってくれ。あれ、あっちの奥じゃねえ。うん、これ壊さないといけないのか。バカめ、お前ごときか。俺に追いつけるとでも思っているのか。よし、バカめ。中継検知玉入ります。他にアイテムはないんですか。ないの。昔はここにいたんだけどな。ここじゃなくて地下。さよなら天使ちゃん。天使にお別れするってことはなんだ、悪魔にでもなるのかい。ああしまった。もう全員友達になってんだよねこいつら。なってる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 。マーチ取り付く。風になって力が出ない。そういう CM なかった。風邪ひいてまんねん。
ってことはやっぱ地下か。チカちゃん、とりあえず一周したアイテムないか確認してからかな。そんなものはなかった。ここは一体どういうところだ。はい、到着。アイテム、アイテム。真面目に生きる。なんかいろいろ捕まってるんですけど。あ、ワンパクニャンの声。回転できないから何がホルマリン付けされてるのかよくわからん。何者だ、私の研究室に入り込んだやつは。アース破れかぶれ委員長、稲穂です。ああ、不思議探偵社の人か。いや、よく来てくれた。お依頼お受けに来ました。何をすればいいんですか。青葉に売ってるドクターラッパー買ってきてくれ。専用自販機があるんだ、買ってきてくれるね。パシリじゃねえか。そうなんだ、ないと落ち着いて実験できなくてに。もう持ってるよ俺。あれ、ドクターラッパーってまた別なの。あれ、持ってた気がしたんだけどな。使っちゃった、ジュースで伸ばしちゃった。うん、まあないならしょうがない。ただのパシリじゃねえか。さっき言ったな、同じようなこと。どうしましょう。よし、どうする、コマンド。C が見えるようになってる。ここなんだっけ、サンタクロー氏。そんなやついないよ。あ、光ってる。あー、自宅に帰るか。まさかのパシリ。電車に乗るより家に帰った方が早いんだよね、このゲーム。普通だったら当たり前ね、電車に乗っていくっていうか、そもそも電車に乗らなきゃいけねえっていう。普通だったらそもそもテレポートできねえからな。立ちこぎ、立ちこぎ。スタミナを全部使うとちょうどゴール。オッケー、覚えた。ちょっと今回移動が多すぎるんだよな。なんていうか、もうすでにできてるマップを使い回してるから、目的がもう1と2で使っちゃってるマップだからな。その分イベントを入れるわけでもなく、ちょっとね、自分で勝手に走り回ってみたいな状況になってる分しんどかったり。なんかなってるよ。晩御飯できるわよ。いいわ。どうなの？リズムゲームできる状態になってる。やる？やってく？せっかくだから。ね、ね、ね。あ、豚の生姜焼き定食。ご飯の置き方おかしくね？普通さ、左にご飯、右に味噌汁、奥にメイン食材みたいな。
つまみ食いの漬けです。オーケーが何回か出てしまった。美味しかったです。身代わり人形、必殺の秘伝書、まあもらえるもんはもらっと、必殺の秘伝書結構高いしね。わかったわ。満腹です。お母様、お方っていうのはあれか、ウィスパーか。お方の弟子、飯は美味しいね。飯、そんなことは言いません。ペローン。